箱入り息子です。はい、本日はですね、清春が入ったということで、みんな気になってることがあるでしょう。あります。だよね。うん、何みなと言ってみて。清春くんの恋愛か。正解。というわけで本日はもうみんなやったことあるよね。ありますね。あるよね、全員やったよね。そう、なのでそれの清春バージョンをやっていきたいと思います。イエーイ。1人1問恋愛についての質問を出すんで、清春は答えてってください。お願いします。はい、じゃあ早速やっていきましょう。せーの、いくなに。でも無難に好きなタイプは何でしょうか。好きなタイプは、うん、ショートカットがいいです。あ、一緒。あ、一緒。わかる。わかる。ショートカットだけ。ショートカットで身長は155ぐらい。あ、ちょっと仲良くなれそうにない。僕仲良くなれそうにない。結構ちっちゃい。仲良くなれそうにない。それはでかくないと無理。どういうタイプの顔がいいとか。まあ、可愛い系がいい。あ、一緒。お姉様とロリと大事それ。大事、大事っす。大事か。結構大事だ。大事だわ。これ結構大事。大事だわ。どっちかっていうと。どっちかやったらお姉さんの。ああ。仲良くなれない。なれないんだ。なれない。付き合ったら、初デートは。あ、大事ね。大事ね、それ大事。大事ね。映画館。ああ。うわー、一緒やな。誰かどうしよう。なんかここら辺映画館の時は。理由は、理由は。理由はあんま喋らんでも。あ、一緒だ。一緒、一緒。その映画館から次はどこ行くんですか。次。映画館終わりました。はい、終わったらショッピング。ああ、ショッピングしたら、でショッピングしました。もうショッピングしたら、もうショッピングして、5時ぐらいで、ご飯、まだいける。まだいける。食べました。食べました。食べ終わったら8時。8時ぐらい。あ、まだいけるんじゃない。観覧車。観覧車。ああ、いい。好きな質問、草食系か肉食系か。あの、草食です。ああ、すごい。見たらわかりますね、こちら。はい。でも自分からは絶対に行かない。行けないです。ああ、年上か年下どっちですか。ああ、年上です。ああ。年上なん、年下だと思った。年上のお姉さんにどうされたいんですか。どうされたいんですか。甘やかされたい。甘やかされたい。うわ。じゃあ年末付き合いなら誰がいいか。ああ、一番大事よ。本当に関わってくるからね。やめなよ。やば。扱い方が。割と誰でもありです。あ、マジで。いや、プロデューサーも含めて性格とかも。そう、全部好きやな。だよ、顔と性格。うん。え、どうしよう、待って。じらされてる、めっちゃ。じらしぶれだ、これ。うわぁ、年下。ちょっと自信あったのに。年下やん。ちょっと、でも顔がおじいちゃったから。あ、そういうことか。納得しちゃった。一番下やけど結構しっかりしてるから。ああ、え、じゃ逆に、逆に一番付き合えないのは。プロデューサーも込みで。結構悩んでるからね。相当ガチなやつ。え、じゃ2人とかでもいい。同率。そうだな。ちなみに誰で悩んでるの。ここの2人。太陽、こっちで太陽で切れません。ガチなやつや。お疲れ様でした。で、最後に結婚するなら誰。でも付き合うのと結婚するのと違うじゃん。違う違う。ちょっとアピールしたい。違うの、違うの。アピールしてごみんなで。あ、いいよ。俺はめちゃめちゃ本当に部屋とか几帳面だから、めっちゃ綺麗。まあまあまあ、自己アピールだから。俺はやっぱり付き合うってなっても優しい、結婚するってなってももっと優しい。まあ自己アピールだった。自己アピール。もう優しさの塊よ、本当に。多分あんまり面倒くさくない。喋るの？あんまり喋んない。けど騒ぐときは騒ぐ人。うん。こんにちは。じゃあ。長い。僕はとにかく優しいです。とにかく。あと、あのデートとかしたら、あのご飯代とか全部出してあげる。当たり前か。まあでも当たり前に全部出してあげるし、あの歌うまいからカラオケに行くって言ってたから一緒に。カラオケしようね。もうちょっとポイントが。これあと違うのは、まあ、料理できる。したことない。料理できる。あと、したことない。まあ、片付け得意。あ、片付けは得意だ。得意。今の自己アピールで決めていただいて。家事できる人がいいから、今の聞いたものやったら一か。あ、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。違うで、市川くんと一緒に生活ってあれだよ、あれだよ、あの部屋、壁に何も貼れないよ。壁に何も貼れないし、自分の意見何も貼れないです、ね、人形2体までだし、壁に物貼るのはそもそもダメだからね。なんで壁紙剥がれるから。喋ってくれないし、ずっと一日中ゲームばっかして、そうだよ。暇にずっと言ってる。言ってる。黙ってくれる人がいいよね、やっぱり。黙って。じゃあ、めっちゃ構えます、マジで。一番構え。構っちゃう、そんな。一番構え。ちょっと待って。将来を今、想定してる。一生生活するわけだから、やっぱり。答えろ。やったうわ、え、でも結局この二人は絶対にありえない。この二人はありえない。あ、ありえない。付き合える方は誰なの？ないのか。この三人。お、やっぱ。ってことは、米村ってやつはそもそも県外。そもそも県外ってこと。団中にも。なるほどね。ありえなかった。アホすぎて。ありえなかったよね。いいデータが取れました。